さやかに御霊石夢の後は、院の帝の御恩ことを心にかけ聞こえたまいて、いかでかの沈み、いかでかの沈みたもらん罪救いたてまつることをせんと、おぼし嘆きけるを、かく帰りたまいては、その御恩急ぎしたも、かんなずきに御箱をしたも、世の人なびきつこをまつること、昔のようなり、くっきりとあの亡き帝が夢の中に姿をお示しになった、その夢のあとは ありありと源氏の夢の中に帝が現れなさった。そしていろんなことを、まあ、おっしゃったわけですが、帝の魂がなお冥界に行って静まっていられない、光源氏にとっては非常にありがたい励ましの言葉であったわけですけれども、同時に冥界あるいは幽界といいますか、魂の世界にあって帝の魂が本当に静まってはいないのだという思いが光源氏の心の中に残るわけですね。でその罪を救って差し上げる務めをしなければいけない、帝のための仏の務めをして差し上げなければいけないという思いがあるわけです。その院の帝の御恩ことを心にかけ聞こえたまいて、お心におかけになっておっしゃっていろいろとお考えになって、何とかしてかの沈みたもらん罪、冥界でのなお魂の安定を得ていないその苦しみをお救い申し上げるためのお務めをしようとお思い嘆きになっていらっしゃったが、それがこんなふうに都へお帰りになることがおできになって、後はそのことばかりを心に持って、そのための務めを急いでなさる、神奈月に御箱をしたも、神奈月に入って御箱を法華経を唱えて、行う務めですね。法華八行と言いますが、その御箱をお務めあそばす。世間の人々が源氏の君にお仕えして、そのことにいろいろ力を尽くすことはまた昔と変わりない様子である。でこのキリツボの帝が亡くなられて後にも魂の世界で死後の世界でなおお心が静まっていないという、その一番大きな原因になるのは、前にも言いましたけれども、
北の天満宮に絡まっている、つまり菅原道真に対する処遇の過ちですね、そのことに絡んで北の演技、北の天満宮の演技の中に出てくる話です。在中、これといって大きな罪を犯したわけではないけれども、しかし、思わぬことで人を苦しめ、人を嘆かせたことがやはりあった。その一番大きなことが菅原道真に対する処遇を誤ったという、これは醍醐天皇に絡まる伝えですけれども、つまり宇陀の帝から醍醐天皇に代わって道真に対する処遇が非常に藤原氏と同じようなむごい形に変わるというわけですね。で、醍醐天皇が亡くなられた後のその醍醐天皇の魂がそのために霊界で苦しまなければならない。その理由は一番大きなことが道真の処遇を誤たれたことであるわけです。そういう歴史的な背景が源氏物語の、まあ、桐壺の帝のモデルになっているような背景があるわけですから、意識的に積極的に悪を犯されたというふうなことではないけれども、しかし自然にやむを得ず生じたような失政、その結果霊界で罪を問われるというふうなことが桐壺の帝にも終わりになるというふうな形で語られてきているわけですね。でここで今までの非常に不遇な形に置かれていた光源氏が復権して、そして、また自分の復権した権勢を示すためにも一番最初に行っておくべきことは亡き帝のための供養であるわけですね。それで今まで不遇な状態にあったときに源氏に対してなんとなく冷たかった人たちも、もうそういう態度を貫くわけにはいかない。で、世の人なびきつこを祭ること昔のようなりというのは、そういう状態を言っているわけ。世間がもう一変した。そして源氏に対する世間の人々の心なんかもすっかり以前のように、あるいはさらに以前以上になったわけですね。